はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の死守シリーズ第58弾やっていきましょう。で、問題10問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、画面下げますので、お待ちください。いくよ。よっ。ささささはいということで、よし、じゃあ始めていきましょう。で、今回は、ちょっと9番が苦手な方がいるかもね。8、9、10はそうか、ちょっと苦手な方がいるかもしれないんですが、まず1番からやっていきますね。で、1番は 5−8 ということで、プラス5とマイナス8を足してるというふうに考えれば、これはマイナス3でいいでしょうと。で、2番が−4×−3の2乗ですね。いつも言いますけど、この指数の処理の仕方だけ、気をつけてください。カッコの外にある2乗は、カッコ丸ごと2個かけてねです。だから、カッコ−3× カッコ−3って意味になります。ごめんな、分かってる方は分かったって思うかもしれないんだけど、これとの区別をつけてほしい。おっとっとっと。−3の2乗です。もしくはこれ。2乗が中に入っているパターン。これとさっき書いた、これは同じものね。同じです。何が違う、こっちとね、何が違うかっていうと、これは3が2個なんです。つまり 3×3。それにマイナスがくっついてますよって。つまり−3×3 になるんだよね。で、こっちはマイナス同士だからこう9だよね。でもこっちは−9になります。もちろんこいつもそうです。−9です。いいかな？細かいことですけど、これ、把握してないとどっかでミスが出るから、必ずね、はい、気をつけてください。ということで、ここが9になるので、−4×9 で、−36と。いいかな？ちょっとこっそり消しますね。で、3番は、カッコの中ちょっとごちゃごちゃしておりますが、割る 2ab をこう分配法則で配ってくださいと。まず、4a3 乗 b 割る 2ab します。で、これは、ちゃんと書くんだったら、割り算なんで、こう分数で考えようか。こんな感じでね。割る 2ab なんで、ほにゃらら割るほにゃららっていうのは分数にするとこうだからね。小学校でやった 5÷3 は3分の5みたいな感じで、こうなりますと。で、数字同士約分すると、2と4約分するんで2が残ります。a1 個。上には3個あります。3乗だから。だから、1個ね、約分で消えるので2個残る。つまり a の2乗。で、b はまとめて消えてしまうと、消えると1になるんでね。1って書かないからこれで OK と。で、プラス、後ろにも、こっちにも配ってあげると、こっち書かないでいくよ。6と2で割ると3が残ります。a は消えます。b の2乗と b だから b が1個残りますと。ちょっと曲がっちゃったけど。これで終了。で、4番ですね。これは、まずこのカッコの2乗の部分を公式を使って展開していきます。x プラス y の2乗。で、これこっちでいいか。まずは左側の x の2乗。で、ここの2乗の公式、覚え方いろいろあると思うんですけど、x とプラス y と2をかけるんだよね。全部かけると、ここ 2xy になります。プラス 2xy。で、プラス後ろ、y の2乗。それに、マイナス 5xy がくっついてますと、今。こういう状態ね。で、もちろんこれ書いちゃダメだよ。答えの欄に。これ書いたら罰食らいます。なぜかっていうと、xy と xy、共通項ってやつね。これは計算しなきゃいけないので、x2 乗書いておきましょう。こいつとこいつ、くっつけると、−3だね。2と−5だから。計算すると、−3xy、そして、プラス y の2乗と。で、これ以上ね、計算できないので、ここで終了となります。で、次、5番もそうだね。5番も割とミスが出やすいかも。絶対値が4より小さい整数は何個ありますかっていう。で、ちょっと今ね、書くスペースないんでテロップかなんかで出しておきますけど、絶対値っていうのは0からの距離です。これ絶対覚えておいてください。別に絶対値だから絶対って言ったわけじゃないよ。絶対値は0からの距離。で、言い直すと、0からの距離が4より小さい整数です。どういうことかっていうと、例えばこの1です。1。これは0と1個離れてますよね。だから0からの距離は1になります。もちろん、マイナス1も0からの距離は1です。だから2は0からの距離が2、マイナス2も0からの距離は2と考えます。だから、この子たちもちろん0からの距離4より小さいよね。まあ3もそうです。0からの距離が1、2、3だから。で、ここでポイントなのが、この言葉。小さいです。0からの距離が4より小さい。この小さいっていう言葉は4は入りません。いい？もしこの問題が0からの距離が4以下だったら4は入ります。でも小さいは4が入らないので、ここはダメです。同じように距離が1、距離が2、距離が3、距離が4は入らないから。こうなる。で、当然0も0からの距離0だからさ、4よりは小さいよね。ということで、この7個、1、2、3、4、5、6、7個が答えなので、答えの欄には7個と書いてください。で、この絶対値絡みの問題っていうのは、何個ありますかっていう答え方と、全て書きなさいっていうパターンがあります。今回は何個あるかって聞かれてるから数を書く。もし全て書きなさいって書いてあったら、マイナス3、マイナス2、マイナス1、0、1、2、3って大変だけど全部書きます。いい？本当にちゃんと求め方が分かったのに、答えの書き方でミスなんてめちゃくちゃもったいないから気をつけてね。いいかな？では次6番です。二次方程式こいつね。では二次方程式見たときは、まずは公式使えないかなって考えます。でも使えないんですよね、これ。足して、プラス5かけて、マイナスマイナスじゃねえやプラス2かになる数字のコンビが見つかんないんだよね。で、見つかんなかったらどうする？そしたら、解の公式を使いましょう。ちょっと久々なんで書こうか。解の公式、2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。まあ学校で呪文のようにやらされるやつですね。めんどくせえなと思うかもしれないんですけど、これは高校入っても使います。だし、まあよく出てくるんだよね、このタイプの問題。で、解の公式、こいつさえ覚えておけばみんな3点とか4点もらえるわけだから、いや、もらおうぜ。ね、よく出てくるからね。じゃあこれ使ってやっていきます。で、ABC は何かっていうと、ここの数字、今隠れてるけどね。A は1、B はプラス5、C はプラス2です。あとはそれを当てはめるだけ。つまり、2A 分のだから2×1 で2分のマイナス B なんで B にマイナスつけるからマイナス5、プラスマイナスルート、B2 乗ってことは5の2乗だから5×5、25。マイナス 4AC はマイナス 4×1×2。つまりマイナス8です。計算すると17。で、必ずルートの中身チェックをします。この問題だけじゃないけどね。ルート17。なんか出ねえかなって考えるけど、これ何もいじれません。何も出てこないから、これが答えで終了となります。では7番です。次は y が x に反比例と。まずね、確認として反比例って言われたら、もうね、体が反応して、y イコール x 分の a だって。ちなみに比例って言われたら y イコール ax ね。で、これ反比例何見せるかっていうと、よく a 分の x と間違えるんで気をつけてください。a 分の x にしちゃうと比例の仲間になっちゃいます。だから反比例は x 分の a と。で、まあこれ、小学校から習ってる知識を使えば一瞬で解けるんだけど、まあ、一応ね、表をちょっと出しておきます。右の方に表。で、そこにあるように、まず代入しちゃうといいです。オーソドックスな解き方は。オーソドックスなね。で、例えばこれさ、表の縦セットで見るわけ。で、一番左って、こうなってて、マイナス3とマイナス4ってなってるでしょ？これは、x がマイナス3で、ごめん、インクが。y がマイナス4って意味です。これを組み合わせ、これを座標を通るって意味だから、こいつを丸々入れちゃえばいい、こうやって、ここに。で、できれば反比例っていうのは、a イコール xy。これはあれね、この式を変形しただけ。で、これを覚えておくと、a を求めるときに、こいつ掛け算して12ってすぐ出てくるの。掛け算するとね。だから a12 だから、もしね、この問題ではないけど、もし、反比例の式を求めなさいだったら x 分の12。これが答えになります。y=x 分の12。この出し方もよく出てくる。でも今回は表の上が-2で、ここが a か。こうなってんだよね。だから、x のとこに-2を入れた時の y はいくつなのって聞かれてるから、y=-2分の12ってして約分すると、-6だからこれが答えになります。っていうのが割とオーソドックスな解き方かと思うんですけど、実はこれさっきね、最初に話したすぐ解けるっていうのが、小学校の時に反比例初登場してるんですよ、みんな。初めてやったのは反比例は小学校なんだけど、その時にね、もちろんマイナスはなかったよ。なかったけど、今の表でさ、こうやって-3、-2、-1、-4a の-6か。こうなって、この12だね。こうか。確かそうだよね。こうなってるじゃん。で、小学校の時にあるルールを習ってます、反比例。何かっていうと、反比例は、x と y、かけたもの、ここね、セット。かけたものが全部同じになるんです。それはルールなんです。それが a だから。変化の割り一致するからね。だから、ここ12じゃん、かけたら。これも12じゃん。あ、かけて12になるから-6、あ、ごめん、あってね、-6だねってすぐわかる。そのルールを知っておけばね。まあ、今回に関しては、この普通のオーソドックスな解き方でも全然構わないんですが、この反比例のね、表が出てきたときに、x と y をかけたものが全部一致するっていうのは、ぜひ覚えておいてください。反比例だよ。比例じゃなくてね。で、8番いきましょう。ちょっとこれ、見やすいから、こっちは赤にしようか。赤、青のが見やすいね、きっとね。で、次、8番が、円錐の展開図です。もう、まあ、こいつもよく出てくるね。円錐の展開図。で、今、これ半径5。ここか。下のね。底面の半径が5で、ここの母線かなが12になると。で、その時に、各 x この扇形の中心角求めなさいと。で、実はですね、これアプローチの仕方が3種類あります。3種類あって、で多分みんなが使ってた教科書の時だと比を使うのが多いのかなと思います。まあ、一番最後にめちゃくちゃ楽な方法を教えますけど、一応それ使っていきます。で、どうやるかっていうと、まず、主役は扇形です。上の。この扇形を主役にします。で、そのために、この長さまず求めたいんです。ここ。こですね。こ。で、どう求めるかっていうと、ここの長さっていうのは、下の底面、円ね。こいつの円周と一致します。なぜかっていうと、組み立てた時に同じになるから。もう一回展開図になってるのをこう組み立てると一致するよね。ってことは、ここの円周。で、円周の公式は直径 ×π です。覚えてね。円周は直径 ×π。今、半径5だから直径は10だよね。2倍の。で、10×π なんで、ここの円周は 10π になります。で、どうやって比例式を使うかっていうと、扇形円イコール扇形円。っていう順番で組み立てます。どうやるかっていうと、今ですね、まあこれ扇形ですよね。で、これがまん丸の円。ちょっと上まあ見えないと思うけど、この欠けてない状態、綺麗な円になってる時と比べていくんです。比べていく。で、どう比べるかっていうと、まず、扇形の方、これね、扇形のその外の部分、こですよね。ここが 10π でしたと。10π。じゃあ、こいつがもし、こう、ちょっとね、画面は切れてると思うんですが、円になってるとき、ここ、円になってたら、円周いくつなのって考えるんです。で、円周はさっきも言ったように、直径 ×π ですよね。で、今、こう、上の大きな円をこう考えてるから、半径12なんで、直径24。つまり、24π イコール、扇形の中心角は x です。円の中心角は、円って丸々一周必ずあるので、必ず360度になります。っていう式ができたので、あとこれ解くだけです。で、比例式。こういうね、比例が、あと比が入ってる比例式のこと、これ比例式って言うんだけど、これ解くときに、まあ、ルールは中々外々なんですよ。中と中掛け算して、外々掛け算して、イコールで結ぶんですけど、この状態でやるとめんどくさいんで、まず、左側だけとか、右側だけをセットで約分ができます。この式っていうのは。で、今、左側だけだったらさ、π 共通じゃん。だから、π 切っちゃってください。両方 π で約分するんです。めんどくさいから、邪魔だから。でもっと言うと10と24も2で約分できるから5と12とかってしちゃうといい。そうすると中掛け算した時に 12x まできれいになるからね、こうやって。で外掛け算すると 5×360 です。まあ別にこれ1800なんてそんなに苦じゃないとは思うんですけど、ただちょっと楽をする技として、わざと掛け算を計算しないでこうやって書くやり方もあります。でなんでかっていうと12で割るじゃん。その後12で割るってことは、まあ、こうやって割り算するわけですよね。その時にここだってこうやって約分しちゃったらさ、12で割れるから1と30ってなるんで、あ 30×5 だからx は150度なんだって、こうやってやることもできます。もちろん1800書いていいんだけどね。てかな、大きい数字が出てくるときは意図的にこうやったりします、自分もね。っていうのが多分、みんなの世代だと一番メジャーなのかな、この解き方が。でなんでこの共通してるか、強調してるかっていうと、自分らの時ねなかったんですよ、この解き方。教科書なかったの。あ、みんなのお父さんお母さんの中でこの問題解ける方がいたら、あ今ね教育の仕事に携わってなかったら多分違う解き方すると思う、これ。でどうやって解くか、一応紹介するね。どうやって解くかっていうと、この比例式使わないんですよ。だから円のこととか考えないんです。ただ、ここは 10π は使います。 10π だよね。でどう解くかっていうと、扇形だけ考える。今弧が分かってるので扇形の弧の公式を使います。で弧の公式っていうのは扇形の直径24ね、直径24かける π かける360分の中心角っていうのが弧の公式です。これは教科書に載ってる。いい？直径かける π かける360分の中心角で、今これ弧の公式使ってるから、これが 10π なんでしょ。今こう分かってるから 10π って。あとはこれ解くだけです。でこれ両辺 π 切ります。さっきと一緒、 π 切りすると。でここ約分していくと、これ多分24で割れるよね。15か。で1、つまり、左辺が15分の 1x イコール10になってる。両辺15かけて約分で消すと。そうすると答えが150ですよって。っていうのが今でも俺はしっくりくる、実際。ずっとこっちでやってきたから。だから多分わかんない。どうなんだろうね。みんなが学校の先生とか塾の先生どっちで教わってるかはわからないんですが、まあ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 どちらでも肌に合う方を。で最後っす。最後で8番、まだもう一個説明あるんだけど、実はこれ技があって、中心円錐の展開図、この形あるでしょ。その時に、中心角分かりません。でもここの長さ出てます。ここの長さ半径ね、ちょっと消しとこうか。半径出てますっていう時、技がございまして、中心角っていうのはここの長さ、まあ、母線ってやつね、12分の 360× 下の円の半径ってやると、出せますまあ知っておくと楽よ、これは。中心角求めたかったらね、この形で。あ、これ計算したらちゃんと150になるからね。で出すこともできるので、まあよかったら覚えといて。まあ、一つの技としてはあれだと思う。うん、だけど、こっちで今紹介したこの解き方とか、まあ、この下で、まあ、消しちゃったけどね、この解き方っていうのはどっちか1個は絶対使えなきゃダメ。毎回これで解けるわけじゃないからさ、ひねられるから、場所が変わったりするとちょっと対応できないことだけ、できないことが出てくるから、どっちかは必ず覚えておいてください。いいかな。よし、じゃあ9番いきましょう。1の位が、0でない2桁の自然数 a があると。で、A の10の位の数と1の位の数を入れ替えてできる数を B とするって今書きました。まず、こっちが A ね。で、入れ替えた方が B ね。こう入れ替えたわけよ。こうやって。位の数を。だから53だったものが入れ替わって35になってる感じ。で、その時、A の10の位の数は1の位の数の2倍であり、B は A より36小さい。この時 A の値を求めようと。でこの2桁の数っていうのは確か中2かな、連立だから中2で習うわけですけど、まず位の数を文字で置きます。10の位を x、 1の位を y ってこうやって置くのいい。でこう置いた時にその数はどうなるかっていうと 10x プラス y となります。数はまずここ乗り越えてください。で簡単に説明すると、さっき言った52ってあったよね。10の位が5、1の位が2ってなってます。こう表に表すと。でも今それを52に持ってきたいわけ。これ52のこと表してるから。じゃあどうするかっていうと、10の位のやつに10の位の5に10をかけて、それに2を足すと52になりますよね。だから x10 の位の数に10をかけて y1 の位の数を足す、こっちと同じことねをやると数を表せるので、こうやって位の数がちゃんとね文字を置いた時は数はこうやって置くんだよと覚えてください。でもう1個入れ替えたら10の位が y1 の位が x になるので、当然これは10y プラス x となります。で文字を2つ置きました。文字を2つ置いたら必ず式が2個できないと解けません。連立方程式です。式を2個作ります。でそのヒントが、さっきちょっとあれか口で言うとあれだから出しておこう。ここにね、a の10の位の数は1の位の数の2倍であり、ここで1個作ります。a の10の位の数 x ね、つまり x x は、日本語通りに書いちゃっていい。x はだから。は、1の位の数の2倍。1の位って y ね。y の2倍ってことは、かける2。これが1個目の式です。まあ、もはやこれ2倍でいいよね。で、もう1個です。もう1個は、a は、嘘。b は a より36小さい。b ってこれね。こっちじゃないよ。b って数のことだからこっち表してるから。b 同じくは a こいつね。a より36小さいんだから引いてあげて。36。これで連立完成です。あとはこれを解いていきます。で、まあちょっとめんどくさそうみたいな感じで思うかもしれないんだけど、これ下の式めちゃくちゃ楽で、どうしようかな。まあ、いっか。ここの文字こっち持ってきちゃいます。ここ。10x 持ってくるとマイナス 10x だから、x とくっつけるとこうなりますね。y 持ってきてくっつけるとこうなりますね。で、今こうなってるじゃん。これ全部さ、マイナス9で割れるんだよね。まあ9で割ってもいいけど。まあ9で割るか。9で割ると、ここがマイナス x。ここは y。で、ここも9で割るから、マイナス4とこうなります。いいで、まあこれは代入法の方が楽なんだけど、まあ、いいか加減代入法で言っていい。今この式とこの式で連立していくと x のとこに 2y 入れちゃっていいよって言ってるから、ここに代入法で 2y を入れちゃってください。そうすると計算するとマイナス y イコールマイナス4ってなるから、マイナス両辺取って y イコール4出てきました。で y が出てきたのでy に4入れると x は 2×4 だから8と出てきました。つまり x は 8y は4です。今求めたかったのは a の値、こっちです。こっちってことは入れてあげると a は84でしたってことが分かります。もし b を求めろって言われたら48と書いてください。いいかな。まあ、このタイプもよく出てくるからね、自力で結構自分の生徒だったことが中2のね連立やってる時とか苦手な子多かったからさ、是非自分の力で解けるようになっていただけたらと思います。よっしゃー。じゃあ最後度数分布教いきましょう。これはもう出しますね。編集で、まあ、出しておきます。でまず読み取ることができる事柄として適切なものを全て選べと。複数回答ですね。毎度おなじみの10番ここ書いておきましょう。でまず「あ」は32度以上34度未満の階級の相対度数が 0.16 より大きい、相対度数の求め方は絶対覚えてね。もうよく聞かれるからこれ。で相対度数は今表見るとさ、32から34って、5日か5ですよね。で全体31でやってるので、相対度数はその数を全体31で割るだけです。あと筆算しましょう。やっていくと1を立てて31で19降りてくる6ですね。で6318でこう割り切れないから、0.161 と続いていきます。ってことは 0.16 よりは大きいよね。だからまず「あ」は正解なんです。これまず1個目 OK。で、次、いです。階級の幅ですね。まあ、これ割と引っ掛けで出やすいんですけど、これ今回、表を見るとさ、一番上って24度スタートしてるじゃん。で、一番下って36度で止まってるじゃん。だから、36から24引くと10になるんだよね。あ、合ってるってなりやすいんだけど、これ違くって、こういう度数分布表出てるときは、階級値っていう真ん中の数が大事なの。一番上ってさ、24から26でしょ？ 24 が26。それの階級値ってちょうど真ん中の数だから25じゃん。一番上。で、一番下は34から36。間の階級値は35じゃん。ここを引き算するから10です。幅。いいかな？これ気をつけてね。で、ウの最高気温が、28度以上の日が5日であると。確かにね、28度以上のところは5って書いてありますけども、その下の30度以上、32度以上とかも全部28度以上に入るからね。入るから、結局28度以上の日っていうのは、あれだ、5755として22か。になるね。だから違うと。で、絵の最頻値、モードですね。なんでここだけモード書いてるかわかんないけど、最頻値は27度であると。で、最頻値って一番多いところでしょ？で、一番多いところ見ると、26度以上28度未満のとこなんだよね。で、さっきも言ったように、こういう時は階級値がすごい大事なので、ここが一番多いと。で、ここの階級値ってこれの真ん中だから 27.0 度ね、これ。で、今、絵を見ると、最頻値は 27.0 度って書いてあるからちゃんとなってる。つまり、絵は正解です。で、最後、30度以上32度未満の階級の階級値は30度である。これ、階級値めっちゃ押してくるね、この問題ね。で、30から32度。まあ、さっきと同じです。階級値ってのはど真ん中の数字。だから、30と32のど真ん中だから31度ね、階級値は。だから、Oは違うので、これで終了となります。で、ちなみに階級値さ、今26と28だから、あ、間27だなって分かりやすいんですけど、もしちょっと複雑 26.5 みたいな、なってて、まあ、間がちょっと分かりにくいなっていう時は、この数とこの数まず足してください。これ足すと54だよね。足して2で割ればいい、それを。そうすると27になるから。いいかい？階級値は端っこの数字を足して2で割ることで求めることができますので、そうやってやってもらえたらと思います。はい、という感じで今回はね、種子の第58弾やらせていただきました。まあ、引き続きね、また59弾とか違うね、単元とかも取っていきますので、是非ね、受験勉強のお供に使ってみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。